戦だ。私は貴様を許しはしない。さよう三成、あれを許すはためらわれるな。準備はよかね。始末殿の息に合わせましょう。決戦の始まりです。これが終わったら一緒に船で帰らんね。はい、手前の船で共に。すんません、俺たちが叶うわけないっす。これ以上この若者の未来を傷つけるんなら老いを切るがよか。何します、なぜ貴様が私を。石田殿に傷をつけることは手前とこの雷霧が許しません。行くぞ橘、秀吉様のために雷霧を振るえ。よ、いざ勝負。貴殿と拙者の一騎打ちなり。そこで気を緩めるか。まだまだ青い。我が輩のすごいところは我が輩であるところだね。さあ来たまた一つ鬼色の石が積み重なりて。さあ道を開けたまえ。我が輩に近づくと呪われてしまうよ。我が輩を羨ましいと認めるなら今のうちだよ。小生の気持ちを考えてくれ。少しでいいから。お前さんこそ汗が必要な人間だよ。見ればわかる。なんて心の広い人だ。諸君、しっかり身代わりになりたまえよ。俺の命もひとたちで終わりか。諸君、我が輩の手引き書の通り手段を選んではいけないよ。さあ来たまえ。心現れる。このお方とは戦えねえ。我が輩より先に逃げたら打ち込め。初陣で挙げた手柄を思い出します。手前は武士でしかありませんでした。我が輩のいい人ぶりに勝る宝は一切ないね。受けてはならぬ。あの一撃だけは絶対に。我が輩は狐。生き様をかける狐。ああ、惚れ惚れしたまえ。進め、手柄は早い者勝ちだ。おまはんの未来はおいの屍の先じゃ。くて狐だよ。一緒だよ。いただくよ。玄米茶、熱すぎたら打ち首。我が輩のヒゲはドッキリ。クスッと刺してもいいのかね。ああ、たまに全部面倒になるんだよな。
穴蔵生活長かったからな。あれ、いつの間にあんなところまで。我が輩の優雅ぶり呆れ果てるほどだよ。笑顔で挨拶したら見逃してくれるかな。もらわれ、我が輩が間違っていた。全力疾走、とにかく走れ。もらわれたまえ、我が輩が間違っていた。我が輩が間違っていた。早に来い、もたもたすれば穴蔵行きよ。へいへい、今はお前さんの言うことを聞いてやるとするかね。良い組み合わせよ、さながら水と油か。もちろん調整が水なんだろう。今日の悪趣味もクソ悪い。もしも因果がこの世に生まれてくるとはな。素敵紳士の香りを嗅ぎたまえ。遊ぶなギロス、のさわられる。よう、前から忠告しようと思っていたが、お前さんの趣味は最悪だな。時勢の句は読んだな。我とお揃いよ。何やってんだい畜生バラ。一人一つ奴らの印を持ってこい。進め、我が軍の誉れたる兵士たちよ。勝負の記念に我が輩小物を買わないかね。ハムシが止まる、我の死体にたかりくる。色紙への署名なら後にしてくれたまえよ。俺この方と同じ軍でよかったよ。我が輩には火がある。天は二物をなんとやら。日の行いの賜物よ。いや冗談、我が輩のいい人ぶりに勝る宝は一切ないね。我が輩は狐、戦場をかける狐。さあ惚れ惚れしたまえ。拙者もあのような活躍をしたいのだが。玄米茶熱すぎたら打ち首。さあ来たまえ、呼ばれたまえ。我は死ぬのか、残していくのか。行くぞ、私の元から去るな。行分め、いいざまだな。奴を止めろ、ぬかるみに誘うデートとなれ。よい、頑張ろうぜ。俺たちがやらずにどうする。さあ来たまえ、さあ来たまえ。我が輩が待ち
我が輩を羨ましいと認めるなら今のうちだよ。素敵紳士の香りを嗅ぎたまえ。いつもそう、人滅は唐突にやってくる。まったくもっていい香りだね。この陣が攻め手の要となりましょう。痛そう。俺だったら泣いちゃう。我が輩が待ちていた。俺は構え。三成様の憎しみはひとしき我らのものぞ。まさに。任せくだされ。素敵な大跳躍。運が良けりゃそりゃ勝てるだろうとも。二の腕がほっそり。我が輩が待ち。戦を動かすのは兵の数にあらず、一人の猛者。俺が壁になる。たまには格好をつけさせろ。ああ、戦場の視線を集めてしまう我が輩。それでも斬る我が輩。罪作りな我が輩。貴公の名前一文字も思い出せない。さあ来たまえ。さあ来たまえ。さあ来たまえ。お前さんなんか転んで怪我すりゃいいのにな。我が輩と勝負したこと親族に自慢したまえ。さあ来たまえ。話すことなんか何もないって分かってくれたらもう引いてるか。握手くらいならしてあげるよ。切り裂かれても立ち上がってみせる。これくらい打ちのめされた方が調整らしいがな。分が悪いか。まあ、いつも通りか。素敵紳士の掟7。勝利の後には玄米茶。明日お手当ての日なのにやられてたまるか。我が輩より先に逃げたら打ち込み。よく宋も戦う気になれるもんだ。お前さんも小生に負けず前向きだよ。我が輩のいい人ぶりに勝る宝は一切ないね。我が輩は狐。戦場をかける狐。さあ、惚れ惚れしたまえ。俺たちは凡人。大将が特別なんだって。狐。紳士が。
さぬ。許さない。この世の全てを許しはしない。わかった、死んだふりすればいいんだ。うん、三大様、ささ、ヒゲの乱れを整えます。おかげさまで、今宵もうまい酒が飲めまする。我が輩の武勇伝を聞きたそうな顔だね。さあ来たまえ。キツネ、我が輩が待ち受けている。我が輩のすごいところは我が輩であるところだね。キツネだよ。やあ、弱めよ、降り注げ、キサネとなって、あの日の私を射抜いて殺せ。さもなくば一層私を狂わせろ。秀吉様、あの者を斬滅する許可を私に。繰り返してなるものか、あの絶望の日を。さあ道を開けたまえ。我が輩に近づくと呪われてしまうよ。高橋君、飛行は高橋って顔じゃないよ。我が輩を羨ましいと認めるなら今のうちだよ。やめろ、クソのような暴言を口ずさむな。我が輩のお出ましだよ。胴上げでも何でもしてくれたまえ。希望のおかげで二の腕がほっそり。あの方が治めない国など滅んでしまえ。可能がなさすぎるのが目下の悩みだね。秀吉様の海難をなぜ止められると思った。ああ、戦場の視線を集めてしまう我が輩。それでも斬る我が輩。罪作りな我が輩。秀吉様、まだ許可を得ていないのに。キツネだよ。ステッキ、強敵、油断大敵。我が輩眩しすぎるね。